西滑川駅は、富山県滑川市小野原にある、富山地方鉄道本線の駅である。駅番号は、T16。駅舎内、ホーム端式一面一線のホームを持つ、地上駅。愛の風富山鉄道線との並走区間から分岐したところに立地し、ホーム北側はカーブとなっている。朝夕は、富山県立滑川高等学校生を中心とした、利用客がある。 このため、平日の7時から8時30分のみ駅員が配置されている。駅前にある西滑川駅前バス停から、滑川市、コミュニティバス、乗るマイカーが発着している。近年の1日平均乗降人員は以下の通り。ABCD 川島2010、P65、ABC 朝日2013、P14、ABC 寺田雄一、日本のローカル施設2000。 ネコパブリッシング、2000年8月1日、264ページ。ISBN4 から873662079。関87東では3月19日、地方鉄道停車場を明解消。関東1921年3月30日、AB 地鉄1979、P175、鉄道線各駅の駅員配置時間表富山、地方鉄道なめ川市。 コミュニティバス、乗るマイカー時刻表、ルートズナメガーシュ国土数値情報2011から2015年、駅別乗降客数マップ、2019年9月4日、閲覧国土数値、情報駅別乗降客数データ国土交通省、2020年9月15日、閲覧。ありがとうございます。